共和国議会議事堂1976年、ポルトガル議会選挙は、ポルトガル共和国の立法府である共和国議会を構成する議員を選出するため、ポルトガル共和国新憲法の施行日である1976年4月25日に行われた選挙である。前年4月に行われた政権議会選挙を経て発足した政権議会で1976年4月2日に、 採択された新憲法に基づいて行われた初の共和国議会選挙で14政党が参加して行われた。政権議会選挙で第1党となった。中道左派の PS が引き続き第1党となった。しかし、得票率と議席は政権選挙の時より後退させる結果となり、旧サラザール派で中道派の CDS が前回よりも、 得票と議席を増やして躍進した。議会選挙から2ヶ月後の6月27日には、大統領選挙が行われ、PS に押されたアントニオ・エアネスが、PPD と CDS の指示も受けて勝利し、ポルトガル第三共和制における、初代大統領に就任した。そして大統領となったエアネスは7月16日に、PS のマリオ・ソアレス初期長を首相に任命。 同月23日に PS 単独の少数与党内閣が発足した。国立国会図書館政治議会科研法室、庭輪和弘、諸外国の会員の選挙制度資料マイナス、国立国会図書館、ポルトガルの地方自治自治体国際化協会。4から5ページ各政党の得票率は、有効得票と、白票、無効票を合計したものを100として計算したもので、ある。 ポルトガル共産党と人民民主運動などの政党連合、新左翼諸政党による政党連合、ありがとうございます。